騒ぎが起きてるらしいよ。さあね、どちらにせよ今から駆けつけても先生たちがいるから手は出せないよ。この話を聞いたとき、君が飛び降りようとしている学生を止めてるんじゃないかと本気で思ってたんだけど、僕の勘は外れたみたいだ。まあこの件は他の人に任せて、僕らは昼食の心配をした方が。幼馴染キャラの真似だよ。不意打ちでマウント取って肩を揺らして、石買って石買ってって甘い声で課金迫るやつ。上司に絞られて追い打ちをかけるように新人社員の笑いのネタにされていることを知り、何もかもが嫌になったストレスを課金で発散する時間。ねえ、普通に常識で考えて3時だよ、3時。おやつの時間。起きてる方が自然だって。ヨガ睡眠導入してる現代のナポレオンだから短期間で完全回復するって言ってたじゃん。あれ嘘だったの？仕方ない感じ？眠いってどんな気持ち？眠いのに無理やり声かけられるのってどんな気持ち？ねえ、嫌でしょうがない？光合成嫌い？寝るのって大事？
課金兵アゲハちゃんのすごいとこ見せちゃおうかな。ジャブジャブジャブってジャブりまくれ。持病の課金癖がフェスゲンまで待てない。いや、なんかさ、眠りの妨げに妙な気持ちよさを覚えちゃってと言いますか優越感に支配されたことを深く反省する所存と言いますか。ちゃんは持ってないもんね。どう？本物そっくりでしょ。私らアウトキャストはこれのおかげで好き勝手やれるんだから感謝しないとね。大丈夫だって。今やった程度の魔法反応で動くほどお役所は暇じゃないから。ここじゃ魔法騒ぎは日常茶飯事なわけだし。無理。違くって、これ、重課金仲間の形見なの。誰はばかることなく課金度を貫く業界の鏡だったのに、
事故で死んじゃった。あっけなかったけど、こうして肌身離さず持っていればずっと一緒にいられる。一緒に課金してあげられる。世界で一番大切なかけがえのない宝物なの。話聞いてた？もうちょっと湿っぽい空気期待してたんだけど。道場まだ？ジャンクフードってなんであんなに美味しいんだろう。ないって。最近事務所にこもりっきりだったから。太って手から抜けなくなった。もういい。事務所で新作ゲームをそろ。仕事と課金の両立に励ま、業界支えよう。ああ、一個。廃品倉庫に貸してる分を回収してきて。暇な時のついででいいけど、今日のうちにお願い。
確かに顔を覚えたから見て見ぬふりが賢明だと思うけど。何、歩いてきてるの？もしかして助けるの？そいつは俺の連れだ。気づいてないようだが、あんたらの方が犠牲者なんだ。風穴が開く前に消えろ。わかった。俺たちだって好きでこんなことしたわけじゃないんだよ。理由は聞いちゃいない。立ち去らないなら次は当てる。オーケーだ。銃を下ろせ。威嚇でも撃つなよ。万が一ってこともある。いいな。くっ、ど素人も許す。運気を開始しろ。おっと、和気隔てろ、絶縁の壁。